はい、おはようございます。カウパパです。今ね、4時50分ぐらいですね。今日はですね、金時山に登るんですが、この金時神社前に車止めて、まあ登っちゃえばね、早いんですけど、まあ、前回それやりましたんで、まあ今回はね、ここから強羅まで歩いてって、強羅からぐるっと回って、金時山に登っていきたいと思います。というわけでね、大好きな箱根にやってきました。今回は明神ヶ岳と箱根外輪山の縦走です。まずはね、金時神社を出発して歩いて7キロ先の強羅へ向かいます。宮城野から登山道へ入り明神ヶ岳へ登ります。ここから先は富士山箱根を一望しながらの天空尾根歩き、そしてウグイス茶屋から出発地に戻ります。1周17キロ絶景登山に出発です。近道って何？近道ってありがたいことはありがたいけど、これコースなのかね。まあ行ってみましょう。ああこうなってんのね。はい、今ねこの近道ってとこ登ってきたんですけど、これ下が強羅の町ですね。でこっちがね箱根の山でしょう。いやー、あ噴煙が見えますね。はい、こんな感じのところをね登ってきます。こう舗装されてるんで、この近道ってすごい歩きやすいですね。はい、あ、また車道出た。ここはくねくね車道をガーンと突きってく感じですね。登山道が作られてます。ここそうだよね多分。あ、そうだそうだ。今ここで、こうですね。こう行ってこう。で、金時は、稜線伝いに、ここですね。はい。はい、明神ヶ岳。あれ？ちょっと前の看板だと90分だったんだけど。95分で増えてるよ。まあこの先の看板で100分超えないことを祈ります。ここはちょっと階段状に石が積まれてますけど、ちょっとゴロゴロしてますね。お、これか、誰か言ってた看板。7時12分ですね。はい、あれ下りだこれ。もったいない。こっからね、明神ヶ岳と明星ヶ岳のアンブリン向かいます。こっちね、なんせ初めてなんで地図を頼りに歩いてんですけど、ちょっと想像してたよりも、これでもね道はいいと思います。もっとね荒れてるんかと思ったら、でもこれほっくれてるのなんだろうね。これねイノシシかな。これすごいねほっくれてるの。ほっくれてるってうちの地元の言葉だけど、惚れてる。へー、あ、ここが枯れ沢ですね。ね、休憩適地なんて書いてあったけど。はい。あ、園庭があるんだね。なるほど。うん。これいいかもしんないね。ここいいね。うん。なんだっけ、御嶽山のロックガーデンみたい。はぁ、バツだね。
当てた、うん、今日すごいの買ってきたの。スーパーって書いてあるじゃん。うん、すげえなこれ、うん、これ赤まむし系かなこれ。猫にしとく、はい、はい、おー、あ、これはスーパーって感じはしないけど、うん、そうですね、セイロガン遠いぐらいの大きさですね。はい、じゃあ箱根の山をバックに飲みたいと思います。うん、タタタタタ、まあ効果がね現れるのはしばらくしてでしょうけど、うん、味はうまいねこれね。今までのあのいろんな変わりラムネシリーズの中じゃ味は一番いい。お、開けた。7時55分です。安分出た。はあ、疲れた。ここちょっと広くなってる。こっちがね、明星ヶ岳から来る道ですね。明星ヶ岳から来るとこんな感じになるんですよね。なるほど。これちょっと広くなってて、で僕らはね、この下から、ちょっと急騰ぐーっと上がってきました。で、まあ先ほどのね、こう暗部に出たという感じですね。明神ヶ岳まで45分。金時までが175分ということで、175分って言うと、今3時間だね、もう。うん、バッチリ3時間。そんな感じです。カブパパ登山隊と、非常に仲の良い、登山隊がありましたね。散歩日和、あや散歩日和登山隊のあやさんはね、お仲間と、こっちからね、ぐーっと来て、明星行って、明神ヶ岳に行って、まあ、金時というルートを行ったんですよね。でね、そっちだと、これ明星ヶ岳からだと、ちょっとね、大人の事情で、時間が足らなくなっちゃうんで、まあ、今日は、明星ヶ岳じゃなくて、直接明神に行くルートでね、行くつわけなんですけど、ここまで上がってくるのも、ま、結構、もうね、ほんとほぼ、ちゃんとした登山はもう3ヶ月ぶりなんで、もうダメですね、50もね、半ば過ぎると、毎週のように歩いてないとね、足が上がんなくなっちゃう、本当の話。どんどん筋肉落ちちゃう。ということでね、リハビリ期間が長かったですけど、やっぱりその間ね、体を動かさないとダメですね。うん、温泉ばっか入っちゃダメ。まあ、な、ジジイらしいね、愚痴をここで垂れてますけど。じゃあ、明神に行きますか。45分。行ってみましょう。お、なんか見えてるみたい。あ、海。海だ。おお。おお。箱根の山が。下は強羅ですね。あっちは、あ、大涌谷だね、噴煙上げてんの。大涌谷のレストハウスが見えるわ。はい、こっち側はね。相模湾だね。うわぁ、輝いてるよ。すごいね。いやぁ、この天国、お？ちょっと左、
あ、すごいね。こんなの地図になかったな。ああ、摂政宮記念碑。あ、多分皇室関係の方が行幸されたのかな。こんなすごいね、高さ3メーター以上あるかな。こんなのがありました。いやー、ぐちょぐちょだな。しかし怖いな。お、開けた、いい感じ。おお、うわ、これは、いや、素晴らしい。タララタッタタ、自分で言っちゃったけど。いやー、いいね。富士山でなんかこの辺から見るのが一番いいような気がする。で、ずーっと来て。ああ、あそこが、下の方が仙石原ですよね。で、あ、ちょうどね、大涌谷、目の前に見えるようになりました。富士山でっかい。はい、箱根のね、山。あの、奥が駒ヶ岳かな。ロープウェイっぽいのが見えます。すごいよね。すごいすごい、やっぱり近いね、ここは。ほんと富士山さ、目の前だよこれ。素晴らしいよ、うん、そろそろ山頂じゃないの？なんとなく雰囲気が。あ、あれ、すごい。ベンチがね、いくつかある。うわ、すごいここ。ここすごくね、ここ。いや、来たね。来た。箱根。はい。はい、明神ヶ岳です。うわ、すごい。はい、ではね、金時に向かうんですけど、ちょっとね、膝と相談して行こうと思います。もしね、ちょっとでも違和感があったら、まあ、無理する必要ないんで、まあ、途中で仙石原の方に、まあ、エスケープルートというかね、まあ、普通の登山道ですけど、降りていきたいと思います。いやー、この下りすごいね。富士山に向かって降りていく感じ。すごいね。ここ最高のポイントじゃない？ここ今までの中で。でもさ、よく考えたらさ、ここずーっと行って、富士山の手前のポコってのがあれが多分金時でしょ、地図的には。あそこまで行くの、ちょっと膝持つかなこれ。ちょっと行ってみないとわかんないですけど、まあ無理しないで行きます。だいぶ降りてきちゃったね。なんか大涌谷より下になっちゃった。一気に降りて、まあ、金時にね、登り返すイメージなんだけど、ここまで降りなくてもいいんじゃないっていう感じで降りてるね。うわ、大涌谷のさ、煙湧いてんだけどさ、もうここ大涌谷からずいぶん離れてんだ、距離。シューって音がさ、聞こえてくるもんね。すごいね。お、ね、これ明神のこれね、登り25分ってこれ嘘だね、これ。うーん、矢倉沢70分、金時110分。ちょっと、微妙だな。まあ、行ってみましょう。いや、下りエグかったな。うん、
やっぱり時期的にこう霜柱がね溶けてぐちゃぐちゃになってるんで、まあ、日中気温上がりすぎるとひどいことになっちゃうけど、まあこんな感じですかね。はい、とってもね快適に歩いてます。もう春ですね。うん、これよく見るとね、こう木の芽もねもう芽吹いてるし、あとやっぱりねもう風がもう春の風だよね。これ八倉沢峠行く手前ですけど、さすがにシャリバツここで朝飯かな、朝飯兼昼飯ぐらいを食べます。うまい。いやーでもね、いい道だったね。素晴らしかった。こっち行く道あるね。分岐ですけど、まあちょっとよくわかんないんで、こう八倉沢峠の方、まあ、とりあえず行きましょう。ああ、こう日陰でひんやりして気持ちいい。すんげえね、正直言って暑かったんでね。うん。これさ、これ初めて見た、これ。確かね、これ、箱根って名前がつくんだよ、これ。箱根岳とか、箱根笹とか。まあ、うろ覚えだけど、そんな感じ。箱根岳か？すごいぞ、これ。いや京都にもなんかこんなとこあったけど、すごいなぁ。へぇ、やっぱいいね。うん、来てみるといいことあるよ。うん、おちょっとね展望がいいねここ。うん、おぉ、はい、正面のねポコっていうのが、あれが金時さんですね。だいぶ距離あんじゃん、あれ。ここと。感覚的にはね、隣の県の山ぐらい遠く感じるね。あ、その右側じゃない、左側があれがまあ富士山ですね。こっから見ると富士山、雪がかかった部分だけ見えるんで、すごく綺麗です。おぉ。やっと下りか。いやー。正直言って死ぬかと思ったよ。おお、ここまで来たらもう仙石原ですね。チャリラーン。すごいな、金時さん。こっから見ると。この存在感がさ、半端ないね。おお、分岐。これがあれでしょう。待ち焦がれてた。そうだよね。右が金時さん。うん、こっち金時ね。うん、で、こっち仙石原に降りる。で、こっからね、金時、まあ、頂上この向こうですけど、行くとね、まあ往復で3時間ぐらいなんですけど、まあ上り1時間ちょっと、ね。でね、ただね、さすがにね、病み上がりでね、膝が痛くはないんだけど、違和感が出てきたんで、じゃ今日は仙石原に戻ります。まあでもね、膝だいぶ良くなったよね。うん、よく歩いたよ。よく歩いた。はい。もうお墨付きいただいちゃいましたね、今。今ね、かなり上からよく歩いたよ。もう思いっきりもうデスラーに言われちゃった。大和の諸君ってよく歩いたよっていう感じだった。もうかままにね、よく歩いたよって言われたんで。じゃあ、まあ金時はまたいつも登れるんで。ただね、今日すごい歩いてんですよ。実は金時ゴルフ場からまずね、夜中ね、暗い中強羅までまず歩いてんね。で、強羅から明神の方登ってるから、もう17、18キロ歩いてんじゃないか。
まあ、多分ね、降りるともう今日20キロ歩くことになるんだけど。はい、というわけでございましてね。金時さんは向かわず、ちょっと残念なんですけどね。まあ、一回行ってるから、まあ、また来年ぐらいに行きます。はい。仙石原のね、金時駐車場の方に降りてきまーす。ああ、そうそうそう、こんな感じだったよ、下り。2年ぶりだけど、ここ下るの。今までね、明神岳の方、歩いてたんで、なんだ、箱根岳の中を歩いてたんで、いきなりこういう登山道に来て、テイストが違うんで、びっくりしちゃいますけど、確かね、こんな感じの、20分か、そこらかな。下ってくんだと思ってな。はい、気をつけております。はい、というわけでございまして、こちらはですね、仙石原の別荘地ですね。まあ、僕にほとんど縁がない世界ですけど、まあ、無事降りてきました。ここからね、箱根裏街道に出て、金時ゴルフ場の方に戻れば、まあ、今日のね、山旅が完了ということですね。はい、というわけでございまして、今回もご視聴ありがとうございました。カッパパでした。